高田馬場ゲーセンミカドです。はい、10人いねえよな全国にな。今出場者は10人いるんですけど、ファンかって言われるとそうではない人たちばかり。じゃあ準備ができ次第あの試合の方を始めたいと思います。あれ開幕の挨拶はしないんですか？ M1 クライマックス申し遅れました。今回 M1 クライマックスの企画者であります鶴達です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ準備ができ次第始めたいと思います。 M1 クライマックス2016ファイアースプレックス大会始めたいと思います。じゃあ0回戦第1試合、こっから、昆布さんとモサリさん、じゃあ準備ができたら試合の方を開始してください。今回特別ルールとしてステージを、ストリートマッチ限定とさせていただきます。1か2どっちか好きな方を選んでいただいて、試合の方を始めてください。ストリートの1だとあれおっさんは多分自分だと連れてこられないですね。おっさんは1の方にいて、で2だと、で今はこの 2ですね。あのクレーン、クレーンが上の方に、ね、上の方行くとあのクレーンがあるんで、はい、そしてまあファイナルファイトと一緒で近づくと掴みます。掴んだ状態で連打してください。さあ掴む気配がないぞ。大丈夫か。さあ上の方にクレーンが、はい、上のにあるクレーンなんですが、ジャンプで掴むことが可能です。掴むとどうなんですか？掴んでですね、移動することができるんですね。なので、はい、これです、これです。はい、掴んだ状態からのジャンプ攻撃ができると。クレーンに乗ってあのトップロープ技ですねが出すことができます。さあまずこのゲームのルールなんですが、あのプロレスゲームでありながらですね、このストリートファイトマッチでは、はい、スリーカウントがないんですよね。そうですね、あのダウンしてあのカウント、テンカウントだったらあのノックアウトっていう感じで、そうですね、テンカウントもしくはギブアップのみという、まだニストリートファイトルールで行われているということですね、はい、人間デスブレードですね。まだいいデスブレード。さあ今のですね、組んだ瞬間に A ボタンを連打することによって有利不利が確定します。で有利側不利側ともに技をかけろと言われた瞬間にレバーと AB ボタンとを入力して技を決めるということですね。はい、はい、さあ試合の方は、さあ有志鉄線バッツですか、ゼリーの方が、あーさあと、あれカウントが10カウント10カウントが早い早いな。カウントが早いんじゃん。ホームさんの、さあ、レオン・ブラッドリーの勝利、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ次ですね、0回戦もう1試合、ストロング店長マシーンとムッシーさんのムタ、本日ですね、この高田のバブゲーセンミカドですね、平田さんが、はい、はい、平田がいます。平田がご来店しております。はい、1P が平田、はい、2P がムッシー、はい、頑張ってください。多分分かんない人もいると思うんで説明をしておくとですね、ストロング店長がで、ステージをマスクをかぶってきてる、ま、間違えた。間違えた場合はどうしましょうか。もうこれでもいいんじゃない。プロレスやってもらおうよ、この2人には。ジャイグラ勢だし。そうですね、特別としてじゃあ普通のリングでやったらどうなるのかっていうのを見ててもらいましょう。はい、はい、なんで僕たちがストリートを選んだ。あーっと、ムタ同キャラです。ムタ同キャラです。はい、ムタ対ニタですね。ムタ対ニタが始まりました。おっと、返した。さあ A ボタン連打、技をかけろ、技をかけて、はい、サイドスープレックス、はい、挑発を忘れない。このゲームなんですが、はい、実はこのリンクで試合をしている最中ですね、投げ技で相手を投げたときに、はい、リンクのロープに相手が接触する場合があるんですよね、はいはい、その時になんとダメージが通らないと。通らない、通らない、ダメージがないんですよ。画面端で投げること自体が間違いというゲーム、そもそも無理なんです。
なのでクソゲーですね。リングの中で試合をしてしまうと非常に狭すぎてステージが、そうですね、試合にならないということで、はい、あえてストリートファイトルールにしました。はい、さあ状況は、さあ平田強い、さあ平田が強い。まあでも実際ロープに当たるとめちゃめちゃ痛いって聞いたんですけど正直言ってロープに投げられるじゃないですか、はい、控え室帰ってから、はい、正座ですよねお前ちょっと来いぞ、さっきのロープ攻撃は何なんだとなりますから、もう ライガーだったらボコボコにしますね。はい、今のですね、今のロープに当たってバウンドしてるんですけど、ダメージはないです。あ、はい、そうこう言ってる間にこのゲームダメなんじゃない、めっちゃダメなんじゃないこのゲーム。まあ、カットロはストロング店長マシーンの、はい、平田です、平田のムタ、はい、平田マシーンの平田のムタ、赤いムタですね。そうですね、赤いムタが勝ちました、おめでとうございます。はい、このゲームは本当に連打だけが強ければ勝てるゲームです。じゃあ、次の試合ですね、上からいきますね。はい、昆布さんと諸紳士、ね、じゃあいきます、はい、さあ諸紳士は、はい、このゲームは38回転がないぞ。さて何を回すのか、何を回すんでしょうね。諸紳士はですね、どんなゲームでも必ず回すという噂があるので、ぜひ回していただきたい。あ、そのままそのまま乱入して、対戦、乱入しちゃった、あれ、あ、リセット、うん、いや乱入しちゃってください。乱入してキャラを決めればまた ステージ選べるんで、はい、ワンピー側モロシンス、じゃあステージをストリートマッチ1か2どっちか、どちらでもいいです、選んでいただいて、はい、ポスト技ってさらっと書いてあるのが面白いですねさあ 1P 側モロシンさんのムタ、 2P 側が先ほどゼロ回戦を勝ち上がった昆布さんのチェーン男。さあこのさっきからですね、はい、セメントの上で受け身を取るのが好きな人が約1名いますね。セメントで受け身取るのは辛いぞこのゲームはね、拾ってる落ちてる武器よりも打撃の方が普通に強いですよね。さあ自爆しますが大丈夫ですか。正直言って私キャンプ場で受け身取った時に死にかかりましたからねキャンプ場でボディスライム本当にヤバかったんで、このレッドドラゴンすごいですよ。おっと対空になるのかスタンガンを対空で使える、これは新しいムーブ、なんと対空になるぞスタンガン。しかしタイミングがしびやすぎる。さあおっと今うまいことですねポスト技を利用しましたね。他のステージはポスト技が左右両方にあるんですが、はい、このステージだけは向かって画面の左側ワンピー側にだけしかポストに登るところがないというのが特徴のステージになります。さあ連打連打、豚のダッシュ、そして浴びせ蹴り、さあコーナーポスト寄りなので、後藤博樹のなんか村正に近いような感じですねコントンのアラムシャ、コントンのアラムシャ、後藤博樹ですよ。まあ今頑張ってますからね、ケイオスに所属して。どっかの団体に後藤物置っていうのがいますねどこの団体だったか忘れましたけどね、後藤物置いますね、はい、さあどうでもいいんですけど、あ、戦えよ、優勝ですねお前ら戦えよ、ちゃんと試合してくださいちゃんと試合してください。あ、いいですね、あ、いいですね、優勝決戦マップを使いましたよ。今流行りのデンジャラス鬼棒ってやつじゃないですかこれ。いやこれね爆発しないんですよ。あ、はい、まず優勝決戦だけなんですね。試合の方はさあレッドドラゴンの勝利、モロさんのルーターが勝利、お見事モロさんお見事じゃあ次ですね、自分と佐々木さん
はい、スルタツさんと佐々木さんです、ね、何このゲーム。よろしくお願いしま す, お願いします。何でしょうこのゲームは。これも立派なプロレスゲームです。プロレスですかね。これプロレスゲームかな。ただあのこのストリートマッチに関してはやっぱり多分この当時だと WWF か F ですね。その WWF の色を結構受けてるっていう感じがしますね。まああのこれ団体名も SWF ですからね。あ、まあ、そうなんですね。SWF ですから、はい、もう間違いなく WWF のこのあれですね。これ完全ギミックですよね、そういうね。っていうかもう立体駐車場で戦うなんてもう WWF。 やっぱりね、ムタを使うとみんな走りたがるよね。走るねー。あ、有刺鉄線バットで。ていうかあの僕さっきからこの組み合わせしか見てない気がするんですけど。ムタが多すぎですよ。みんなこのキャラしか知らないんですか。他にもキャラいますよ。あのねですね、たくさんキャラいるんですこのゲーム。そうですよ。ただなんかダイアグラムが偏ってるんですよね。そうですね、はい、ぶっちゃけて言えばアブドラザ・ブッチャーみたいな人は人権がないので。そうですね。デカキャラ根本的に弱いっすよね。そうです、はい、でビッグオンバーザーは一応攻撃力の高さでなんとかなるんですけど、アニマルウォリアーはなんとかいけそう。あれはいける、うん、いけるけど。さあ、どうかけろ打撃。さあ、チェーンで殴っていく。むしろアニマルウォリアーは連打が固定すれば強いよ。まあ、そうなの。おっと、ブレーンバスターで車の上にブレーンバスター、上に落としていく。完全に WWF ですね、これ素晴らしいですね。すごい、いいですよ。レッツゴー。さあ、さあ、どうする。車に叩きつける。さあ、チェーンを振ります。もうプロレスじゃない。レッドドラゴンが毒斬りを吹こうとしたんですが、ギリギリなんとか相手の打撃が、レオンの打撃の方が速かったですね。レッツゴー。リフトアップスラム。この画面をご覧の配信の皆さんは分からないと思うんですが、この店内に響き渡る A ボタン連打の音。両方の両方の拠点でガチガチやってますからね。すごいですよ。うるさいですよ今。もうみんな必死になって A ボタン連打してる。あとこのゲームですね、実はですね、起き上がりにガード、なんていうかガードっていうものがないので、起き上がりに技、ダウンする技を重ねておけばはまります。はい、はめ際っていきます。はまります、これ。はい、ただし、当然プロレスゲームなのでそんなことはしません。しませんね、はい、僕らはね、見せなきゃね。っていうか、ローリングソバット結構タイミングがシビアでできないっていう方が正しいんですけど、まあ、簡単なのはバットですね。あれではめる。バットだとやっぱ判定がでかいし。そうですね。あれなんで。このゲームって、はい、解説してて言葉に決まりますね。ちょっと何も言えないですよ、ね。正直言うとアクションゲームですからね。どちらかというと言葉に詰まるゲーム。これはタイムアップ。さあ、タイムアップ。勝利したのは。さあ、真壁。勝利したのは真壁。鶴田さんの勝利です。なんでかって言いますとですね、このゲームですね、タイムアップしたら乱入した方が勝つっていう意味のわかんないシステムになっております。はい、はい、乱入した方が勝つんです、これ、はい、続きまして、QBK さんのバーンズ対、シリ天国さん。シリ天国さん、ゴミみたいなシステムですよね。シリ天国さん、キャラ名が書いておりませんね。多分キャラ知らないんだと思います。こんなゲームのキャラ名俺もほとんど知らないです。そうですね、はい、ビッグベアの相方はビッグボンバーダーぐらいしか僕も知らないです。はい、あ、なるほど、了解です。プロレスはシリテンゴさん、飛び入り参加ということで。はい、飛び入り参加の方です。ありがとうございます。とりあえずよくこのゲームに飛び入り参加してくださった。あ、男ですよ。ビッグボンバーダー行きましたね。ビッグボンバーダーだ。素晴らしい選択だ。両方ともデカキャラですね。さあ、これはデカキャラ対決。サンシャイン対さあ、腹を叩く人とマッチョな人。そんな感じですよね、これね。まさにそんな感じの。ビッグボンバーダー、身長213センチ、体重198キロの大巨漢でございます。おお、素晴らしい。そして一方のバーンズ、身長は203センチです。さあ、この大巨漢対決、主戦するのはどっちだ。さあ、2人とも今回も手身を取るのが好きですね。絵面的にはマッスルボーマーですね、これね。あ、ハメだ、ハメだ、ハメが始まったか。ハメだ、初心者相手にハメをする男。やめろ、やめろ、初心者相手にハメやめろ。
さあ今ビッグボンバーターがお姉さんと今ばかりに飛びつきましたね。いいですね。お姉さんが大好きビッグボンバーター。この198センチのこいつトップロープに登って2ドロップ落とします。意味のわかんない。トップロープっていうかクレーンですよね。そうですね。こいつ2ドロップしますからね、この体格で。さあお互いに遠距離からの打撃でなんとかしようとしていたんですが、おっと今おっとダメージでかいな。全く組まないですね、この2人。組まねえな、こいつら。あのプロレス、ちゃんとプロレスしてください。さあ組んだ、レッツゴー。おかけろ。あ、さあ決まったか、これで。これは死んだ。これは死んだな。おさあ勝利の100レスキックってことで勝ったのはバーンズですね。バーンズ、QBK さんのバーンズです。バーンズ、はい、はい、おめでとうございます。2回戦上から、2回戦ですかね。一番下がいるかな、まだ。あ、じゃあ太りた分厚したい、ムッシー、じゃない、あの平田だ、平田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 対平田さん。さあ夢の対決、さあ平田対太りた大仁田厚。さあ平田対大仁田厚です。呼ばせてくれ。1P 側平田のムタ、2P 側太りたブアシビッグボンバーダー。あ、そっちでもいいですよ、どうせ同キャラなんで。はい、あのですね、このゲーム10キャラっていう風に歌ってるんですけど、同じキャラが2人ずついます。実質8人です。あれ、はい、技とかは異ならないんですか。一緒です、一緒です。あ、一緒、はい、一緒です。色違いですか。色違いです。あのですね、ファミコン版のガロー2みたいなことやってます。さあ試合始まりました。始まりました。おっと裏を取って、裏を取って、後ろを取って、何を、さあ何をして、何もしない、技をかけろ。さあ身長差35センチのこの戦い、レッツゴー。あー減ったな。減りますね。やっぱムタ強い、ムタ強い、ムタ強いですね。サイド強い、今はめようとしてたぞ。さあ、あーっとニールキックが刺され、さあラリアット、ラリアット、ドッキリ、ドッキリが当たらない。さあボンバーダー辛い、ボンバーダー辛い。さあ小手ラッシュ。なんか見てるとですね、あの技をかけろってのは連打でも決まるよね。さあ、うん、決まるか、ロメロが、うん、なんか連打は A ボタンしか受け付けてないらしいですよ。技をかけろって後に多分連打してたもん。タイミングじゃないよね、これ組み合ってから、A ボタンで連打し て, しして、で技をかけろって言った時に、ボタンを押すんですけど、 A ボタンか、はい、B ボタンプラス、レバー4方向なんですけど、で技が、はい、ただ見た感じなんですけど、はい、ずっと連打してるんですよ、平田が。 A ボタンしか押してないですね。そうなんですよ。で技出てるってことは多分あれタイミングよくとか関係ないんですよ。あのそういうゲームじゃないんですよ。ないですね。連打してても一番早ければそっちの勝ちなんですよ。プロレスしてください。はい、平田、お平田。これはおっと、おっと抜ける、抜けた。レッツゴードン、ボン。さあ体力的にはムタの方が優勢ですが、はめようとしてますよ。あと平田の方はちょっとあれ見えてないですね、マスクが。マスクがちょっとずれて見えてない可能性があります。さあボストンクラブ、おっと乗った、おお198センチのフライ。98キロだ。あれ登れんだね。登れますね。登ってちゃんとやりましたね。やりましょう。ました、ね、あこれはやばい、ボストンクラブ、ボストンクラブいかない、抜けますね。さあ追いついた、追いついた。さあ追いついた、さあダウンした、ダウンしたぞ。あー跳ねている。さあ大技でダウンした、レッツゴー。あーこれはこれでカウント2、3、4、5。あー腹見せ、早くない、その余裕のアピール。さあ勝ったな、勝ったな、二人でもらし、その醜い腹を見せる勝ちポーズはやめろ。あーリアルでやってる、やめてください、やめろ、やめてください、やめろ、やめてください。僕たち全員で精神攻撃するのやめてください。
はい、じゃあ2回戦ですね。はい、2回戦です。はい、モロシンした俺ですね。あのですね、やってる側としてはこれみんななんだこのゲームって思ってやってますからね。まあ先ほどひたすら連打してるって言われてたけど、はい、そうです。とりあえず組んだら連打して、でタイミングよくって出てもとりあえずガチャガチャやって、A ボタン一緒にレバーと A やってれば適当に勝てます。はい、始まります。一P側がスルタツさん、さあ A 側がモロシンシン、マカベ対、ムタですね。おお、これはまさに世代を超えた対決となりました。さあどちらもヒールですよ。これもう新日に怒られるぞ本当に。どうでもいいんですけど、今日この組み合わせ見るの何回目ですかね。いやでもね、このゲームね、この2人がすごい使いやすいし強いっていうのねあるからしょうがない。さあこれはこれね、2人とも A ボタンこすってるんですよ。ここからちょっとよくわかるけど、D ボタンとか使ってないですね。 A ボタンだけですね。いや、使ってますね。確か、この真壁が B ボタンで鎖攻撃ニオーンって。あ、なるほど、キックの代わりなんですね、あれ。そうですね。さあ、チェーンを巻いた形で画面を気付けていく。流血しても顔が赤いからわからないぞ。さあ、クビを取ってフライングニールキック。さらに、おっグラウンドはギリギリで避ける。さあロープに振った。チェーンで撃。しかしこの真壁のチェーン振り回しが強いですよね。そうなんですよ。こうね、組んでこようとこうライ縦からライン合わせてくるやつに対してこう引っかかるっていうあれがあるから。これはいい勝負ですね。非常に面倒くさいですね。お。ムタの方はやっぱりチェーンが怖いので軸をずらしつつの打撃がやっぱり効果的じゃないかなと思う。まあ言うてもムタダッシュからのフライングニールキックとか、あとジャンプローリングソバットとかありますからね。可能性はなくにしまらず、おーっとここでムタがピンチになってるぞ。どうでもいいんですけど、1試合終わった後にねマイク持つじゃないですか、はい、指が痛くてね、もうマイクが重いんですよ。連打しすぎて。わかる。やだよこのゲーム、辛いよ。ジャイグラはまだタイミング、まあ連打っつってもそこまでひどくないけど、ほぼ連打、ね、連打しなきゃいけないからあれなんですよね。すげー、おっと、このタイミングで耐えるから勝ってしまった。レッドドラゴンがここで勝った。勝者モロシンシン、レッドドラゴンことムタ。このゲーム、なんでレッドドラゴンが強いかっていうと、単純にスピードが速いんですよ。技を見てから避けようとしても他のキャラの移動速度だと避けられないんですよね。あと速いっつうとアドンみたいなやつ、ストリートファイターの。ああ、はい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 、あいつも速いんですよね。ガンダーラですね。ガンダーラ、はい、そうザ・ガンダーラ、かなり速いですね。次がバーンズと俺か、QBK のバーンズ対俺ですね。はい、じゃあじゃんけんして石油 1P2P 決めて試合を始めてください。さあ早速視聴者からは、なんだこのゲーム選んだのという言葉が飛び交っているこのゲーム。なんでこのゲーム選んだの、なんでこのゲームを選んだかっていうと、自分の、スルタツ、自分の、ツイッターのアカウントでですね、アンケートを出したんですけれども、はい、みんな何のゲームやりたいってアンケート出したら、これが一番だったんです、ね、ファイアースープレックスがダントツだったんです。そうですね、何でしたっけ、ファイアースープレックス多分入れたやつがいるんですよ。でファイアースープレックスと、あとデスブレイドと、デスブレイドとキングオブモンスターでしたっけ。いや、闘魂列で、闘魂列で方だ、確か3種類ぐらい。商業法で東京レベルも消えちゃうの一番最初に。これはどうなんだじゃ。デスブレイドがワンちゃん一番面白かったもんね。やったらね。
まあ、最近あの東魂烈伝4は草プロ勢に人気があるって聞きましたね。そうですね、草プロ勢の方は皆さんですね、東魂烈伝4をやっています。はい、あのゲームはですね、なぜかそっちの方々に人気がありますね。なぜかガルパンコーナーに置いてあるので、ガルパンコーナーに東魂烈伝の方置いてあったので、はい、そうですね、あの1階の方で1階の、はい、稼働しますので、ガルパンコーナーにあのグロブラーとかと一緒に東魂烈伝の方置いてありますので、よろしければお願いします。あ、ガチャさんこんにちは。おはようございます。はい、ガチャさんおはようございます。なんでガルパンコーナーに置いてあるかって言いますと、ガルパンおじさんがいるんですよ、東魂烈伝の方にはね。長野っていう人がいるんです。はい、あーと連打キック、これが強い。レッツゴー。長野もね、昔黒のカリスマって言われた。なんでガルパンのカリスマになってるんですかね、今ね。あの人だったんですけどね。なんで今になったらあの、ガルパンおじさんになってるのか。なんでしょうね。あの一つ聞いていいですか。はい、あの QBK さんはもしかしてガチ勢の方でしょうか。すいません、え、か動きが一人だけ全然違うんですけど、QBK さんはガチ勢の方ですかね、もしかして。もしかして、もしかしてファイヤースープレックスガチ勢の方が今紛れ込んでいらっしゃる、この高田の場を牛星帝に。だって太り田さんがレンタル勝ってるのに負けるんですよ。おっと、ここで太り、おっと、終わった、終わったぞ。おい、勝ったのは QBK さん、ガチ勢だ、やばい。さあ、え、決勝？決勝ですね、早いな。早いな。あのですね、ちょっとですね、あの、俺戦いたくない、やだ。やだよ、こんなのと戦うの。じゃあ、M1 クライマックス2016第1種目、ファイアスブレックス大会決勝戦、モロシンさん、モロシンさん対 QBK さん、はい、じゃんけんをして 1P2P 決めてください。じゃあ行くぞ。 M1 クライマックス2016第1種目ファイアースブレックス大会決勝戦、準備ができたら試合開始してください。さあ、マスターバーンズ VS ザ・レッド・ドラゴン、ストリートマッチの2を選択しましたね。クレーンがあるところですね。さあ勝つのはどっちだ。さあ 1P がマスター、はい、マスターバーンズで、 2P 側がムタですね。さあバーンズが自慢の筋肉を見せつけるかのように木箱を持ち上げて、さあニールキック、バンさん、ちょっと遊んでないでちゃんと試合してください。さあ組み合って、あ、何もなかった。ほらね、あのね、バンズ側がね、あの連打で負けてるんだけど、はい、技を回避したり、逆に、はい、バンズ側が技を回避するって結構あるんですよ。はい、ここも2回返されてるので、はい、やっぱり指揮者の方はですね、何か大事なものが分かってくれたかもしれないですね。あ、じゃあ一応リバーサル的なものがあるんですかね。かもしれないですよね。あのコンピューター相手でやっても、あ、あれやられますよね。やられますよね。明らかにこっちが連打で勝ってるのに、相手の技が通るということがあるので、おそらく、なるほど、そういうものがあるのではないかと思いますが、はい、さあここでですね、2人とも一気に潮の展開になりましたよ。いや、塩分高いですね。ハードル上げろ、ミドルキック、ダウンしたら、ここに、あのね、はい、バンズ側見てるとね、はい、起き上がりにエンジン切り化されるんですよ。あのダウンした相手をまたダウンさせるパターンですよね。これドラゴンだから回避できてるんですけど、ええ、大型キャラだったらこれもうハマりますね。やばいです、やばいですね、指揮者さすがですね。さあでもこれ体力的にはレッドドラゴンが勝ってますね。さあレッドドラゴンが、おっと、返した。ほらね、初めてですね、あれ。あるんですよこれが。
さあ、指揮者は何を知っているのか。さあ、壁に向かってブンブンしてますよ。残り時間30秒切りましたよ。さあ、これで決着をつけたいところ。おー、持ち上げて、さらに釣り現状で締め上げる。あー、決まったか、これ。決まったか。いや、まだ、まだある。これで、結構リスラム。リスラム。え、これで決まっちゃう。え、これで決まっちゃうの。うわー、ブー。さあ、勝ったのは、QBK さんの、あ、じゃない、勝ったのはモロシーさん。俺だわ。モロシーさんの俺だわ。ありがとうございました。おめでとうございます。なんで勝ったの今の俺。ということは、はい、38回転ができる人は、はい、連打も強いってことですね。きっとすごいですね。レバーが回せる人は連打も強い。指揮者を超えたということですよ。じゃあ、モロシーさん、一言お願いします。え、これに対して俺なんか一言言わなきゃいけないの。ちょっと待って、また言えよ。放送席、放送席。いや、まあ、はい、ヒーローインタビューお願いします。ヒーローインタビューです。優勝されたモロシーさんです。あーい、ちょっぺーぞ。さあ、勝因は何でしょう。勝因はですね、連打です。ですよね。あのですね、もう言います。はい、連打強ければ勝てます。はい、連打早ければ勝てます、このゲーム。そうですね。はい、仮面さんが勝てます。そうですね。あの、技をかけろっていう瞬間まで連打してれば技出るんで。連打をどれだけ続けられるかっていう。はい、そうですね、体力ですね。そうですね、そこです。あとですね、むやみに組み合わない方がいいですね。あと、なるほど、プロレスなのに組んではいけない。え、このゲーム組んじゃいけないです。あの、遠距離で相手の隙を狙いながら、はい、あと AB 同乗するダッシュで、はい、あのちょっと相手の前を測って、相手が何かミスったなと思ったら X 軸を合わせてフライングニルキックで相手を倒す。以上。あ、なるほど。それで、けれども、そう、しちゃいけない。食わない、絶対食うじゃダメ。ヨッパップしたら負ける。負ける。なるほど。なんだこのゲーム。QBK さんが負けたのは、そもそも組まなかったから。そう、組まなかったから、俺ずっと。なるほど、そうです。なるほど、そういうことですね。完全にあのシュートですね。シュートじゃ、ね、あのこれシュートじゃないと勝てないです、このゲーム。あのですね、組んでプロレスやるとすると疲れるし負けるしっていう状態になるので。なるほど、そうですね。あのですね、ダメだわこのゲーム。ごめんなさい、言っちゃいますけど。あれですね、ストリートマッチだったらワンチャンあるでしょうね。ありますね。そうですね。いや、だって言うよ、ダメ、ちょダメだもんこのゲーム。プロレスゲームなのかな。プロレスゲームじゃないもん、見た目がプロレスだけどさ。違うと。違うもの。まあでも、塩プロレスとしたらありなんですかね。まあ、味方プロレスだったら、あり。まあ、塩プロレスとしてはありですね。ミカド塩レスリング MSW としては一応このゲームは公認ということで。公認ですね。よろしいんですかね。はい、はい、いや、というわけでございまして、もう一回考えようよ、これ公認じゃっていいの。ね、あの後で、あの後であの上の方に報告いたしますので。ちょっとすいません、これちょっと考えた方がいいですね。ちょっとね、これで、まあ、とにもかくにも、2016 M1 グランプリ、はい、第1種目ですね。はい、はい、優勝は優勝モロシンシさんということですね。はい、ありがとうございました。はい、いやー、すいません。いやー、はい、時間余ったな。どうなんですかね、本当に。まあ、アンケートで決まったゲームですからね。そうなんですよね。だから、はい、みんなが見たいと言ったゲームを、はい、鈴達さんが、はい、じゃあ見せてやるよと。そしたらこれになった、はい、男気を見せて、はい、やってくださったというだけなので。ツイッターでね、表入りの人がおかしいんですよ。いや、次回あるのがこれっていうコメントが来てるんですけど。あの、票を入れた人に言ってください。そうですね、はい、はい、次回も票が入れば当然あります。やります、はい、はい、というわけでございまして、はい、第1種目、ファイアスープレックス大会、はい、終了です。はい、ありがとうございました。